でまあ、で先ほど本当山崎さんもおっしゃってましたけれどもその38万キロという果てしないところに送るわけで、はい、これに関しましては。本当にあの その輸送費も含めてですけれどもこんな小さなものでもすごく大変なことなんですよねそうですねはいまずそこまでね運ぶというね、うん、まあ誘導制御の技術から、はい、また月にきちんとね着陸をさせるというね、うん、まあ技術から<ー>そのたくさねそこで月面でまたきちんとね、はい、あの探査機が動いたりロこの槍が刺さったりというまあいろいろな技術が、うんうん はい、とても大きくなってくると思います。はい、なるほど、重さだったり硬さだったり、はい、大きさによってエネルギーとか威力が変わるから、そうですね。<ー>はい。 なんかこれによってちょっと宇宙が私たちの身近になるようなそうですね気がしますよねってあの実際に宇宙に行かれた山崎さんあ、ね、からは見ていかがですか、はい、そう思いますね、うん、あの月はね私たち日本人やはりとても目でる対象だと思いますで2007年に日本のカグヤという周回の探査機が行って、はいてでそれは着陸ではなくて月の周りを回りながらいろいろな地形を調べてくれたものなんですけれども今度はねそれを クリックさせるというのは、はいはい、ものすごい試みだし、まあ、それだけでも技術も進歩して、うん、宇宙も手に届くような存在になってきたんだなと感慨深く思いますすごいですね、うん、こうアニメ大好きだった加藤さん、はい、20年経ってこう宇宙現実のものにすごく近づくっていうそうです, <laughs> そ,うです、まあ、それこそ宇宙に大体の人がいたことがないので夢のようなアニメの世界に近い感覚はあるんですけど、はい、あ 現実さっきね,先ね加藤さんがおっしゃってくれましたけど、まあ、いずれは誰かが回収してくれるといいですよね、<laughs> 本当はね、えー、ね月まで行って、ねはい、そこが、まあ、エヴァンゲリオンがこう新しい時代の幕開けをここで証明するということになると思うんですけれどもその思いがこのプロジェクトには込められている、はい、ということなんです。ね ロンギヌスのまずは、あのじゃあそのあたりどんなふうにすれば <laughs> まあ成功していくのかというところもちょっと触れていきたいなと思うんですけれども、はいえー、本プロジェクトは日本初民間月面探査プロジェクトチーム HACT とのコラボレーションによりまして行われ月への打ち上げやそれからロンギヌスの槍の月面への放出などに技術協力をいただいております。山崎さんいいいいうのははご存知でらっしゃいますか、はい あのもちろん存じ上げていました。はい、で、あの後からね説明あるかと思いますが、グ、うんはい、レックスプライズに挑戦されていて、はい、しかもねまあ民間の力でそれを実現されようとしているね、はいうん、まあ皆さんの熱い思いも感じてきましたので、応援しています、はい。この月へ向かう本プロジェクトにとってとても心強い仲間ということですよね。はい、では、えー、後ほど詳しい内容はご説明させていただきたいと思いますが、えー、今回は打ち上げに必要となる資金も、えー、近年日本でも急成長。 しております。クラウドファンディングを利用して調達しようとしているということなんです。ここも注目点となっております。で、ファンの方々の力によって新しい時代の幕開けを実現させたいと思っておりますが、ファン代表の加藤さんとしてはいかがでしょうか？あー、なんかまずはあのアニメの名シーンが実際に行われるというか、はい、あのそれはすごく感動ですね。でも。うん 宇宙に行くって本当いくらかかるんだろうとか、はい、先ほどもあの1キロでおよそ1億円とかで,、はい、でかかるっていうので、はい、あの先ほどワードで何回か出て、はい。 ングっていうのが何、はいはい、なのかなって思いながら聞いてたんですがそうですね、はい、その辺りをちょっとあのご説明を後ほどさせていただきたいと思ってるんですけれども、はいはい、よろしいでしょうか、はい、であの実はその前にちょっとね皆さんのこう支援したいという気持ちを煽るためにですね、はい、あのこの全面的にサポートします日本最大のクラウドファンディングサイトレディ・フォーさんより、えー、レディ・フォーさんが、えー、実際にじゃ 支援した場合に、どんなことをしてくれるのかという。あ何かちょっと、はい、か用意させていただいたんですけれども。もいただけたりするんですか?。はい、いちょっとこちら、映像で紹介させていただいてもよろしいですか?はいあ。すみません、ありがとうございます。では、お願いします。あ、すごい。はい、まずは一万円、ご支援いただくと。 これがですね、えー、ポスターなんですけれども、山下いくと書き下ろしのイラストポスターと。そして松原秀則書き下ろしのイラストポスター、花火レイですね。右側がね、<ー>まずこういうものが戻ってくるわけです<ー>で。次のスライドいきますか。こちら5万円コースです。はい。五万円コースですと、これ、あの。ロンギネスの槍に名前が入ります。うん、ええー、すごーい。<laughs> これあの限定1000名ということなんです <laughs> がす、ね <laughs> はい、これはもう早いものがそう,そうですね,うすねもう名前を宇宙に名前がいくわけです、ね、わらわすごいですよね,<ー>すよねこれはもう本当大人気のになるのではないかと思われます。そししてて続きましてが はいこちらがですねレプリカですねあの先ほどご覧いただいたものと同じものが自分もだからい宇宙に行ったものと同じものを持てるということですかね<ら>これも嬉しいですね,ですねどうしましょうねうちにずっと飾って加藤さんあのあたりいかがでかとりあえず今の段階では <laughs> あの全部、はい、こうお財布の事情としても、うん、いけそうですよなっていう ここそしてここが、はい、ここは、はい、こがの先が1000 <laughs> <千>枚の <laughs> <う>桁が大きくなりましたね <laughs>。になりますとただ、これ本当にすごいんですけれども、はい、あのいわゆる日本刀の、まあ、巨匠の方々エヴァンゲリオンと日本刀展というのを開、ね、催していたりするんですがそのもう本当に、えー、作り手によります主役の一本を作っていただくという。すごい、はいは ものになります。あの世界で一本だけです。すそして何よりなんか本物に近い感じですね。なのでこれまあ1000万円お一人ですからね。いかがでしょうか。<laughs> <laughs> そうですね。まあ一人で買うというよりはなんかこう チームを作って買ったりとか。はい。いいですね。それでも。誰の、誰が持つかっていうのもね、ちょっとね。後々、それ、お話し合いをしていただいて。で、このほかにも、こんなものがあります。はい。ええ、いろいろと、そのリターン、ご用意させていただいております。はい。ティシャツもあります。このあたりは、もう、あの、詳しくは。サイト。直筆さん入り。はあ。もう、もう、大変です。あの、何度かやっていただいてもいいのかもしれない。そですね。はい。